ピンテール・アーダームは、ハンガリーのオグラード県、バラシュ・シャジャルマト出身のプロサッカー選手。ハンガリー代表、MTK ブダペスト FC 所属。ポジションは、ミッドフィールダー。MTK ブダペスト FC のアカデミーで育成され、18歳の、時にプロデビュー。2010年、レアル・サラゴサと4年契約を結んだ。2013年8月9日、クラブとの契約を解除した。 2013年9月2日、FC トムとムスクにフリーで加入し、シーズンいっぱいの契約を結んだ。2014年8月5日、ギリシャスーパーリーグのレバディアコス FC と2年契約を結んだ。2015年7月31日、クラブとの契約を解除し退団。2015年8月19日、母国のフェレンツバーロシティシーに加入。 UEFA ユーロ2016のメンバーに選ばれ、グループステージのオーストリア戦とポルトガル戦に出場した。サラゴサ時代には、英語もスペイン語もフランス語も話せなかったため、当時監督だったハビエル・アギーレは、苦労し、矢印などを使って指示を出そうとしたが伝わらなかったため難儀したという。ありがとうございます。